南米フォルタレザ市街を突如襲撃したザフト軍モビルスーツ。その搭乗者は年端もいかないコーディネーターの子供たちだった。先の戦乱で肉親を奪われた彼らは憎悪のままに機体を操り、その正当性を反抗声明とともに世界へ発信した。血で血を洗う憎しみの連鎖は収まることを知らず、そして増発するテロ行為にその動きを活発化させる部隊があった。地球連合軍第81独立機動軍、通称ファントムペイン。その実態はブルーコスモスの最高機関ロゴス直属の特殊部隊であり、彼らの意思が直接反映される私兵集団である。民間への被害を顧みない無差別殲滅、条約を無視した作戦の遂行など、汚れ仕事を完遂すべく部隊は少数精鋭で組織されている。またコーディネーターの高い戦闘力に対応すべく、所属するパイロットには非人道的な特殊訓練を受けた者も多かった。このファントムペイン所属モビルスーツパイロットスウェン・カルバヤンも彼らに兵器として強化された一人である。本来は天体観測を好むありふれた少年であったが、テロにより両親を失った後、ブルーコスモス下の兵士養成施設にて過酷な特殊訓練と洗脳教育を施された。もともと自ら望んで強化を受ける者などいない。スウェンもまた戦争によって人生をねじ曲げられ、戦場に立つことを強制された被害者の一人でしかない。ブレイク・ザ・ワールド以降、スウェンたちの所属するホアキン中佐の部隊はコーディネーターを殲滅するかのごとく各地を転戦していた。その彼らに命じられた新たな作戦、独立型 AI を搭載した民間モビルスーツのダッシュ。それが幼き日の夢にも連なる人々の未来を自らの手で破壊する行為であるとスウェンはまだ知らない。時にコズミックイラ74、迫り来る戦火を前に純白の機体は再度空を駆ける。星を見る者、スターゲイザー。今遠い星空を見据えるその瞳に映るのは戦争の光であった。星を見る者、
Thank you.
程度の動きでかわせると思うな。避けてみな。その程度のパワーじゃこいつは落とせないぜ。簡単に当たるわけにはいかないんでな。求めよう。あの頃存在したストレスタルビーイングのように。
攻撃。もうやめろ。ここでやられるわけには。滅びはない。次は貴様が恐怖する時。力に応えてみせろ、レギルス。レギルスビット。捨てられたのか。ここまでなのか。必ずやり遂げねばならないのだ。人の感情などどうに捨てている。
ってる。出会った時にこうなることは予測済みなのに。
配逃げも隠れもせんわ。ダークネスフィンガー、こりゃー爆発。これが敵の実力なのか。ぬるい、ぬるすぎるわ。貴様らではあまりに役不足よ。これで終わりにしてくれる。ダークネスショット。死ねい。やられたのだ。こんなバカな。そのバカ弟子が師匠と呼ぶうちはこの統合腐敗拳を持って応えてやらねばなるまいて。
繰り返してはいけないんだ。あんなことは当てる。そんなことが。今は撃たなくてはならない。戦争を終わらせるために。機動性を駆使すれば。そこだ。
この手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。ガンダムがいる限り決してお前たちの好きにはさせない。障害の敵対行動を確認。排除に移る。聞いてくれ。そこだ。話されてもいい。その先にきっと分かり合える日が来るはずだから。逃がすかよ。
撃だって。そこだ。問題はない。回避成功。損傷なし。ダメージゼロ。俺たちの邪魔をして生きて帰れると思うなよ。遠距離戦しようね。気をつけてソル。ワジュール・リュビエル展開。くっそー。
ことだろ。何なんだよこれは。大丈夫だ、僕たちはまだ生きている。目標を視認した。これより対応に入る。
ージはない。Thank you.
ファントムペインによるトロヤステーションの襲撃はスターゲイザーをはじめとする DSSD の反撃により収束を迎える。戦闘中アポロン A からのプロパルジョンビームを浴びたスターゲイザーはその強力な高圧を推力としてペッキであるストライクの終わるごと地球圏外に達していた。ここはどこだ。正確にはわからないわ。地球と金星の軌道の間のどこかね。コーディネーターの捕虜になるつもりはない。別に拘束するつもりはないわ。あなたの機体からエネルギーをもらいたいの。このコノはシステムコントロールの維持だけで精一杯。いいでしょ。俺に選ぶ権利があるのか。ノワールのエネルギーも大して残ってはいないはずだ。10秒も加速すれば使い切ってしまうだろう。今の流れを止めるだけで精一杯だ。かもしれないわね。なぜ助けた。寂しいから。一人で死ぬのが寂しかったから。誰でもいいから眠るまで声をかけられる相手が欲しかった。私が死ぬまで一人じゃないって感じさせてくれればいいんだから。さあ帰りましょう。このスターゲイザーは外宇宙探査のために作られたモビルスーツ。太陽からの風を微粒子の量子の膜で受けて推進力にするの。最初の1秒では 0.5 センチしか移動しない。でも1分後には18メートルのところまで進んでいて、1時間後には出発点から64キロのところにあり、時速128キロに達する。一度走り始めたら無限に加速し続ける。帰れるわ。必ず。ボアチュール・リュミエール。惑星間の超長距離航行を実現するために開発された光を推力に変換する新型推進システム。その名の通り、乗り手を遠い星々へ連れ行くための光り輝ける運び手である。たとえ薬で代謝を抑えても、酸素が持つのは約27日。人類の誰も達したことのない暗闇の中で、それでもセレーネは生き残る術を模索し続ける。そんな彼女にかつて出会った人たちの面影を見たスウェンは、抑制してきた本来の感情を取り戻しつつ一人の人間として向き合った。もう少しの辛抱ね。だんだん感覚が鈍くなって眠くなるから。あなた名前は。スウェン。おやすみスウェン。君は。私は星を目指し続けるものと、かつて星に憧れたもの。ナチュラルとコーディネーターの争いは未だ絶えないの。その光すら届かぬ宇宙の片隅では、そのような違いに意味はなかった。少なくとも今の二人の間には。そして669時間後、スターゲイザーは今地球圏へと帰還する。